東京学士会員は日本にかつて存在した政府機関。改祖後は帝国学士院を経て現在の日本学士院となっている文部教の最後を継ぐ道の発案に基づき1879年に設置された。その設置目的は研究者による議論や評論を通じ学術の発展を図ることとされていた。東京学士会員は1879年1月に 設立され、同年4月には東京学士会員により東京学士会員規則が制定された。当時の日本には森有則が設立した民六社など学者が集う団体がすでに存在した。しかし、明治8年の明六雑誌の廃刊後、民六社には学者だけでなく官僚や実業からも参加していたため、新木団体としての性格が強まり、 名刺の集うサロンと化していた。このような状況から新たな学術団体たるナショナルアカデミーとして民読者とは別の組織の新設が望まれていた。1890年に東京学士会員規定が直例として交付されるなどナショナルアカデミーとして組織の充実が図られていった。会員にはそれぞれの学問分野を代表する学者が選任され会議や講演の開催や 名六雑誌の後継となる東京学士会員雑誌の発刊等を通じ科学の啓蒙活動を行った。文部省の所管する機関と位置づけられており、必要な経費等は文部省の予算より支出された。また、文部教は東京学士会員の会議に出席することが許されており、投票権はないものの討議への参加も認められていた。 明治23年には会員の定数を増やした。1906年に帝国学士院規定が直例として交付された。これに伴い、東京学士会員は帝国学士院に改組されることとなった。帝国学士院の発足に際して、東京学士会員の会員は、そのまま帝国学士員の会員として移行した。同様に、東京学士会員の客員も、 帝国学士院の客員の資格を得た。会員の定数は上限40名とされていたが、設立当初は暫定的に21名とすることになっていた。設立当初は、西郷継ぐ道の世を受けた、文部、大輔の田中藤丸が、当時の日本を代表する知識人とされた、加藤博之、神田浩平、津田まみ中村正直を、青春、福沢幸吉 三つ栗周平の7名に諮問し、会員となる21名を選出した。会長就任内定時の当初の福沢幸吉の案では、甲州美区口判、判事の中村立園を呼び寄せて、創立会員にする予定だったが、中村は年齢のため故辞した。初代会員21名は、福沢幸吉、青州、西村茂木、神田公平、津田真道、市川賢教、加藤博之。 中村正直三つ三國修平、杉浩二、伊藤圭介、内田五冠、坂谷二祖、茂野康次、杉田玄丹、川田剛、福場義静、細川淳次郎、小畑徳次郎、栗本上雲である。また、東京学士会員が正式に発足してからは、新会員は、東京学士会員での投票より選出され、文部教の認可により認知られた。日本国内において、 各専攻分野を代表する研究者らが、東京学士会員の会員として選任された。明治23年に、会員の規定を改正して、会員を増やしたため、法学者のギュスターブ・エミール・ボア・ソナードも、客員として参加するなど、親とい外国人と呼ばれた学者らも、東京学士会員に協力した。組織の長は、東京学士会員会長とされ、会員の中から選挙によって選ばれた。 会長の任期は6ヶ月とされているが、再任は特に妨げられていないため、連続して再任されることも多かった。青州や加藤博之のように、一旦退任した後に、再び会長として選出される者もいた。学士会員設立当初から顕在化していた、官民対立の構造は徐々に不協和音を生み、会長就任当初から官民調和を訴えてきた福沢幸吉は、 学士会員が文部省や明治政府に寄りかかることを嫌い、明治13年脱退届を提出して、尾畑徳次郎と脱会することとなった。ついで、栗本常運だ福沢派の学者が抜けて、後順者の結成に参加した。第二部会員からは、数学、物理学、天文学の学者が多くなり、菊池大六、山川健次郎らが台頭した。初代会長、 福沢幸吉詳細は、日本学士院主な会員を参照。ありがとうございます。